キャラクタークラスは、ロールプレイングゲーム内で、プレイヤーキャラクターなどの能力と役割分担を表す項目である。単に、クラスとも呼ばれ、日本語では、職業と意訳されることも多いが、キャラクターの能力的特性を示すものであるため、本来は職業そのものではない。例えば普段は、職業として、酒場の停止をやっている、クラス、ファイターのキャラクターがいてもいいのである。 ゲームシステムによっては、ジョブやスタイルといった特有の名称で表すこともある。人間以外のキャラクターが味方として登場するゲームでは、種族の名称がクラスの名称になっているキャラクターもいる。このようなキャラクターは、クラスの変更が不可能であることが多い。ダンジョンズドラゴンズによって示された、ファイターマジックユーザークレリックシーフが、キャラクタークラスの一つの典型例であり、 パーティメンバーの役割分担やキャラ立ての基準として、以後の RPG やゲーム系のファンタジー作品に強い影響を与えている。この基本的な4つのクラスをもとに、複数の役割を兼ねるクラス、特殊な能力を付与したバリエーションのクラスなどが次第に増加した。当初、クラスはキャラクター一人につき、固定的に一つ定められるものであったが、 ある一定の条件下において複数のクラスの掛け持ちやクラスの変更などが認められるようになりバリエーションがさらに豊富になった。こうしたキャラクタークラスを採用するロールプレイングゲームのシステムをクラスシステム内視はクラス性と呼ぶことがある。クラス性はテーブルトーク RPG、コンピューター RPG ともに見られるがコンピューター RPG では 背景設定を含めた固有名詞付きのキャラクターそのものに焦点が当たる作品も多いためキャラクタークラスがあまり意識されなかったり自由度がある程度狭められていたりすることもある一方でルーンクエストやガープスなどのテーブルトーク RPG ではスキルシステムスキル性と呼ばれる方式を採用しているこれはキャラクターが持つ 基本的な能力を数十個のスキルで表現しようというものである。例えば、これまでクラス制のシステムでは、ファイターというクラス1個で表現されていた剣術に長けていて、身のかわし方がうまいという特徴は、スキル制のシステムでは例えば、剣術と回避のスキル値が高いキャラクターなどとして表現される。キャラクターの能力がクラスの枠組みで、 固定的にセットにされていた時代において、スキル性のシステムでは、剣術は得意だが、創術は苦手な戦士、回避は苦手だが、受け流しは得意な戦士など、様々なバリエーションのキャラクターを、比較的高い自由度で作れる場合が多く、リアリティのあるキャラクターの表現方法として、注目を集めた。一方、スキル性には、キャラクター作成に比較的時間がかかる、 そのキャラクターの能力的特性を一言で表現するのが難しいといった問題もある。これを克服するために一定のスキル選択を事前に言ったパッケージをアーキタイプやテンプレートとしてレ示ジするシステムも見られたが、これらはクラス性とスキル性の中間的な試みと言える。一時のスキル性システムの交流にもかかわらず、今日のテーブルトーク RPG では、 直感的で平易という利点を持ったクラス性を採用するゲームが多数を占めている。現在では数十、数百ものキャラクタークラスが存在するゲームもあり、そのキャラクターバリエーションの表現力は膨大で、プレイヤーの欲求を刺激する。クラスの中でも特殊能力の選択幅を広げることで、様々なファイターを表現できるようにしたり、クラスに加えてスキルの取得も行えるようにして、 クラス性とスキル性の両方の利点を取り入れているシステムも一般的である。ありがとうございます。